そこまで言うか The Voice そこまで言うか On this program, the day's personality will bring you in his own view the Times News J-O-L-F AM1242 どういったよ一緒に考えましょう青山茂春です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。ザ・ボイス木曜日はこの方独立総合研究所社長で近畿大学経済学部客員教授青山茂春さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。メールを早速たくさんいただいてますんで、はい、その中からご紹介したいと思いますが、はい、おじさんさん、お名前、ご住所とはないんですが、韓国の大統領が慰安婦問題は最終段階でもうすぐ解決するようなことを一方的にアメリカのマスコミに対して発言していました。日本側は何のことかわからないという反応でしたね。実際のところどうなんでしょう。また韓国大統領の虚言癖なんでしょうか、うん。日本側は何もやることはないと思うんですが、それから横浜市長区の小松子さん男性の方、日韓外相会談が今週末に開かれるということで、はい、協議の進展をアピールするなど怖いくらい乗り気なんですが、何かされるんじゃないかと思ってしまいますと。まずそのパクネ発言も、はい、この韓国の外務大臣の立場なのに反日をずっと掲げていた、ユン・ビョンセ外務大臣が日本にやってくるのもみんなアメリカの圧力です、はい。でまあ、アメリカにしたら現実問題、朝鮮半島で何かあった時に、いつも言ってます通りアメリカ軍というのは陸軍が韓国、はい、海軍、空軍、さらに海兵隊も含めて要するに技術力が必要な、はい、つまりヘリを飛ばしたり戦闘機を飛ばしたり船を動かしたりっていうのは日本に依存してるから、うん、日韓関係がこじれてるとやっぱり米軍がいざという時にちゃんと統合作戦取れるのかという心配があるんで、はい、そういう非常にリアルな理由で、韓国に対していい加減しろと、いうことを言ってます。特に安倍さんのアメリカでの議会演説が成功した後は僕が聞いてる限りでもプレッシャーが厳しくなってるんで、まずパク・クネ大統領はアメリカのメディアに対して、はい、いや韓国はもう十分、情報を日本側に水面下でしてるんだと、うん、もし、ま、毎日うまくいかなかったら全部日本が悪いんですという予備線を張ってるんですよね。あ、それであの発言が。そうです、はい、それ以外の理由ほとんどないです。うん、それからユン・ビョンセ外務大臣がこの韓国から日本に来て外相会談をやるのも、はい、アメリカの、まあ、要請というか圧力ですから、うん、同じ根っこですね。うん、でただその上で、はい、日本だってアメリカからやっぱり一定の圧力を受けてるんで、日韓が水面下で協議重ねてるのは事実です。あ、で日経新聞が一部、はい、かなり、ね、まあ、ある意味走って書いてるんですけども、まあ、日経の記事も一種のなんていうのかなアドバルーンに近いんで、韓国がこの異常な反日活動をやめる、はい、で慰安婦像も撤去する、でこれは全く当てにならないけれども、もう今後慰安婦慰安婦って騒ぐことはやめる、はい、というのはもし韓国がやったならば日本は実は今韓国の経済状況財政状況が極端に悪い、日本は本当日本も財政は悪いんですけれども、とにかく経済支援しますと、はい、いうその話になってると、まあ、これは主に日経が書いたんだけどそこまで言ってないです。はい、そこまで言ってないけれども、例えばそのまあ、アメリカの期待でもあり、それから日本の一部、はい、この安倍総理がってことはないですけれども、まあ、韓国がそうやって今までやったことを全部撤回するんだったら、経済支援はもともと例えば、今はある種ダメになってるけど 日韓のスワップ協定を作ったりして、はい、韓国経済はもともと非常に腰が弱くて自力がなくて IMF の管理下に置かれたこともあったぐらいだから、はい、日本経済はそれに比べて、まあ、デフレに十数年も苦しめられてるけど、逆に言うと13年を超えるデフレに耐えられる経済なんですよね。それはあの 技術力はもう韓国と比較にならないぐらい圧倒的に高いってこともあって、はい、そうすると自力のある日本経済がやっぱ韓国の経済をある程度支援するのはこの反日とかそういうことを別にしても、うん、アジア経済を考えたら必要だからそれをやってもいいんじゃないかっていう考えがあるわけですよ、はい、でそういう底流があるんでこう日経にアドバルーンみたいな記事が出たり、あるいはちょっとなんて言いますか目的が違うけどパク・クネ大統領が突然この意味不明な発言したりっていう動きになってるわけですね、はい、でこのご質問の中に日本側は何もやることはないと思うのですかとこのおじさんって方がおっしゃってるのは僕も基本的に同じ意見で、まあ、ほっときゃいいと、
思ってるんですけれども、はい、これだけその韓国の側から動きが激しくなると日本はそれにやっぱりリアクションを起こさないと、はい、またいざという時に日本が悪者されるから、ある程度のリアクションはこれ必ずせざるを得ないです。それがディプロマシー、外交というものなんで、うん、で妙な妥協をしないようにっていうのは、はい、国民の声として絶対に必要です。今日の日経新聞の中にはその総理が、うん、まあ、謝罪についての演説をするだとか、うんうん、あるいは国からきちん、うん、賠償という名目で、うん、アジア助成基金というのが昔ありましたが、それは人道目的だったから、そうではない形でお金を出すというようなことで、うん、それは絶対やっちゃいけないです。うん、でこういう記事っていうのはその韓国側にも裏取らなきゃいけないから、はい、そういう時にまあこういうのをこうぐいぐい、まあ、言い方よくないけど突っ込まれるんですね。うん、必ず書くんだったらこれも入れろというね。はあ、うん、はい、だからまあそういう意味でこう水面下で腹の探り合いじゃなくて、うん、はい、一種のこうせめぎ合い、うん、つばぜり合いが、うん、行われてるということです。これはやっぱりその戦後70年で安倍さんが今年談話を出すと、うん、でその内容に関しても韓国もいろいろ自分たちの意見を言ってますけれども、うん、そういうのをこう目標にあるから今こうつばぜり合いみたいなものが繰り返されるってことになってるんですかね。それは関係しますけど、ただ70年談話はやっぱり基本的には日中の間のことの方が大きい。日中の方ですか。うんうん、はい、はい、来週6月22日に日韓は国交正常化、50年を迎える、うん、半世紀です、はいはい、ということになります、はい、さあ株と為替の値動きからザ・ボイスをお送りしてまいります。日経平均株価ですが昨日と比べ228円ほど安い1万9990円82銭でした。ギリシャの債務問題への不安感などが影響して4日続落、終わり値で2万円を下回るのは5月18日以来1ヶ月ぶりとなっております。為替は1ドル122円90銭付近、昨日と比べ60銭ほどの円高ドル安です。2万円を切ってきました。うん、まあ、前申した通り2万円挟んでボックス圏が少なくとも当面は続くんで、うん、そのうちの一環なんでこれでどんどん株安になっていくっていう情勢ではないですね。はい、はい、さあこの後メニューざっとご紹介しておきましょう。ニュースピックアップ7の前半戦、まずはアメリカの中央銀行 FRB が連邦公開市場委員会 FOMC を開いております。それからロシアへの経済制裁について、大阪の橋本市長の言動、そして、文部科学省が定員を超えた私立大学の補助金減額へという4つのニュースを取り上げます。で、5時台後半戦ですが少年法の見直し本格論議と、今朝の朝刊各紙は18歳選挙権というのをかなり書いておりましたけれども、それも合わせてというところです。そして、ギリシャの債務問題、さらに香港の民主化についての選挙改革案否決というニュースが入ってきております。7つのニュースを取り上げていきます。ご意見をお待ちしております。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。青山さんとお送りするザ・ボイス、それではこちらから参りましょう。まず一つ目こちらです。アメリカの FRB がゼロ金利政策を継続、利上げは9月以降か。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める FOMC 連邦公開市場委員会を開きまして、事実上のゼロ金利政策を継続することを決めました。うん、これは夕刊で見ると朝日新聞だけが、はい、その FRB が利上げを見送ったというとになってたんですが、それはちょっと違うと思うな。もうすぐに利上げをするっていう話、はい、僕は聞いたことないですね。うん、だからまあ今日そのイエレンさんの発言も含めて規定方針を確認したということであって、で明らかにその意思が感じられるのはこの利上げする、でアメリカが幅別としてとにかく利上げすると、もう資金はやっぱりアメリカに向かうんで、例えば日本でいうと株安への圧力になったり、特にもう日本よりもとにかくその新興国がお金が出ていっちゃうから、非常に深刻な状況になるってことを緩和したいっていうね、うん、その、まあ、イエレン流のモデレートな穏やかなやり方っていうのをこう今までのさらに鮮明にしたというのがニュースであって、うん、はい、今利上げやらないっていうのはニュースじゃないんですよ。うん、で年内にやりそうだっていうのもこれ規定事実なんで、はい、そのどっちかというとイエレンさんを含めたその FRB の本音としては、うん、規定方針通りやりますよと、で経済回復の景気回復の歩みも割と
予想した通りの範囲内に、なんとか達してますよと。だから予定通り年内利上げしますけども、なるべくその緩やかに、つまりごく小幅にしますからねという予言だという見方が一番僕はいいと思うんですよね。ショックを緩和して、はい、そのソフトランディングにしようとしてると、市場に織り込ませ続けていると、うん、今そういう状態、うん、でこれは日本にとってはやっぱこれ大事な、いわば教科書になるんで、はい、そのまあ、ウルトラ緩和と言ってもいいような状況から、やがてどっかで景気が良くなってくれば、脱出するというか、はい、今までの異常な政策を終わらせなきゃいけない、本来資本主義っていうのは金利があって当たり前ですからね。長期金利は今でも、はい、もちろんあるわけですけれども、短期についても本来は利子があって当たり前だから、どっかでいわゆる出口戦略を取らなきゃいけないけど、このアメリカのやり方、まあ、議長が変わったことも含めて日本にとっては非常に良い勉強材料になると。だからちょっと有利ってことはないけども、まあ、ちょっと幸運があるかなって気もするんですよね。あとね、もう一点、はい、今日実は先ほどまで先見社長会って会でね、つまり中小企業中心の社長さんたちの会で先を見ましょうって先見社長会って名前がついてて、はい、で僕がいつも講師を務めてるんですけれども、そこで申したのは、一部のエコノミストや経済評論家の中でね、一部ですけれども長期金利が上がってるから心配だという人が早くも現れてるけど、はい、これはどうかしてる話であって、これは景気が良くなると必ず長期金利は少し上がってきますし、むしろ良い兆候で、はい、でなんと日本は10年もの長期国債で 0.2% なんていうね、極端な低金利になってたのが、まあ、0.5 ぐらいになってる、はい、だから1% を超えていったりそういう話じゃないし、全体としてはやっぱり日本の景気は今年後半に向けて良くなってるんで、どっちかというと経済でいうとやっぱり日独の時代という感じがあるんですよね、はい、でその中でそのアメリカの FRB を中心としたアメリカのもう一つの狙いっていうのは、やっぱ経済のリーダー役はアメリカでいたいんで、多少リスクがあっても例えば出口戦略を先に、例えば日本よりも先に、はい、教科書になってしまってもとにかくその率先してやっていきたいと、そういう意欲も、まあ、イエレンさんのこの穏やかな語り口っていうか、物事の決め方、発表の仕方なんだけども、それは感じられましたね。でもそういうふうに日本経済がまた、はい、かつてと違う意味でアメリカ経済のライバルのように見られるっていうのはそう悪い話でもないな。まあ、今現状世界中を見るとアメリカは景気良くなってきている、日本も上がってきていると、で日米だけですね、日米ということなんだと。これアメリカはまあ年内ということですけど、まあ、そうすると9月か12月かみたいな話がね、早くも新聞なんかで出てますけれども、できるだけまあ市場と見ながらってことになるんでしょうか。これ決めてないと思うな、まだ決めてない。実際に、まあなんとなく12月かなっていう感じありますけど、それは僕は根拠を持って話すことできません、はい、誰かに12月って当事者に聞いたっていう事実はないです。これその中国の景気がずっと減速し続けているとか、はい、そういうこともイエレンさんの頭の中にはありつつの、まあ、当たり前の話だけど、アメリカ経済がアメリカ経済だけでいられることはない、日本もそうですけど、はい、だから別に良い人だから、はい、新興国の経済も考えてあげるって話じゃなくて、そうじゃなくてアメリカの国益のためには、中国も含めた他の経済のことを考えてアメリカの利上げも決めなきゃいけない。でもその中でリーダーシップは決して他の国、日本みたいなところにも渡したくない、同盟国だろうがそれは関係ない、アメリカが全て物事を決めていくんだということは維持したいと。でその上で緩やかでもその資金がアメリカに還流戻ってくるようにしたいと、いう意図は全部きれいに込められてますよね、はいはい、簡潔な発表だけども、意図はそういう要はマルチな意図があるんだけど、はい、まあ、市場の想定した範囲内の意図ですよね。でもでは続いて、2つ目こちらです。ロシアへの経済制裁、 EU が6ヶ月延長へ。EU ヨーロッパ連合は17日ウクライナ問題に関する対ロシア経済制裁を2016年の1月末まで半年間延長することで原則合意しました。22日にルクセンブルクで開催される外相会合で正式に決まる見通しです、これも、まあ、今日のニュース割と共通しちゃってるんですが、はい、意外なことが起きましたっていうニュースはなくて、やっぱり規定路線からしたらこうなるよねっていう、まあ、当面の話ですけどね、はい、ウクライナ問題基本的には何も片付いてない、でその中で、まあ、1年延長とか言わずにとりあえず半年延長してみますということにならざるを得ないですよね、
で、はい、このことに関連して実は今飯田浩ちゃんって本当勉強家でね、いよいよさっきこの放送始まる前に新潮45を早速読んでくれてて、今月の7月号に僕の拙い原稿も出てて、はい、その中でこの書いてることの一つがですね、はい、この例えばご質問で新冷戦じゃないかっていうのをいただいてありましたね。新冷戦じゃありません。うーん、というのはロシアがそれほど力を持ってないんですよ。でプーチン大統領が強硬派で、はい、そのクリミアを実質ロシアに編入して、その後ウクライナの東部にもどんどん力を伸ばしてるっていうイメージが日本ではメディアを通じて一般に広まってるけど、違います。これはもともとプーチンさんはエリツィン大統領から権力が移ってくるときに、エリツィンさんが興味なかったいわば旧ソ連の力を回復するっていう重荷をロシアの極右勢力の中からも背負わされて、はい、つまりエリツィンさんが全くやろうとしなかったことをやる、その KGB、現在は名前変わってるんですけど、はい、要するに FSB という、でも伝統的な情報機関を握って、うん、その例えばクーデターを抑えたりしたその力を使って、はい、いわば無茶な要求をロシア国内から突きつけられている、重荷を背負っている。それはロシアの、いやソ連の領土を回復しようってなんかできるわけないんですけど、はい、それでその経済が良かった時はそれでもその話でいわば当面しのげるけど、ロシア経済が悪くなると、うん、はい、やっぱその本来負わされた重荷をやらなきゃいけないから、このプーチン大統領はあくまで否定していることになってるけども、実際はロシア兵をクリミアにも出し、はい、ウクライナも出してみましたが、なんと勝てないんですよね。特にウクライナでは、はい、でアメリカ軍は今全然動かない。それでヨーロッパもいわば口先介入とこの経済制裁はやってくるけども、 NATO 軍が動いたりする事実は全くないわけです、はい、そう要はロシア軍はウクライナ軍にも勝てないのかと、いうことで逆に非常に追い詰められた状況にプーチンさんは陥っていて、でクリミアもその併合っていうか編入したのはいいけど、クリミア半島って電気ガス水道も自給できないんですよ、はい、でそのためにロシアの経済負担が膨らんでいく傾向にあって、その全く重荷だけとは言わない。例えばねロシアの黒海艦隊の基地をこれで、はい、我が物として確保できたりね、セバストポリっていう町がクリミア半島にありますから。でもそのロシアの黒海艦隊もアメリカ軍がこんなに動かないとかつてほどの存在意義は、はい、ない。そうするとプーチンさんとしてはこうどういう手を打っていけばいいのかわからない状況にあって、でその中でモスクワで大々的にドイツに勝ちましたというね式典やってみたら、はい、一番ショックだったのは、旧ソ連の国々がその前は大量に来たのに今回は非常に減った、つまり、はい、ロシアの勢力を直接領土の回復なんかできっこないから、その今独立した旧ソ連の国々を味方につけると、少なくとも経済では大きないわば連合を作るとロシアがリーダーで、はい、その構想が破綻しかかってるっていうのがこの間の記念式典で明らかになってしまって、で中国の習近平さんがやってきて、だからもう中ロ関係中ロ関係って言ってたけど、プーチンさんの本音からすると中国、はい、経済がどんどん落ちていく中国、それから南沙問題でとんでもない問題を引き起こしてる中国と一緒になってあんまりメリットがないんですよ。だから新冷戦っていうのはあくまでこの例えば潰れたはずのソ連がこう勃興してきて、ロシアって名前変わったけど、勃興してきてアメリカと向かい合うとかいうのが新冷戦というイメージで、まあもうちょっと広げるとアメリカの力が弱まったんで、その中国って新しいプレイヤーも含めて多極化してるけれども、この構造としては冷戦に似てるねというイメージですけど、違います現実は。うーん、中心なき世界になってるんですよ、はあ、だから昨日ニュースであったんですが、プーチンさんがその ICBM、うん、大陸間弾道弾を40機配備するんだというのも、うんうん、突き上げを受けて何かやんなきゃなんないって中でこの手が表に出てる。だから端的に言うとロシア軍が勝てないから、うちは核があってその核も増強するぞと、はい、しかし実際核兵器は使えないので、したがって弱い国は核武装したがるっていう傾向があるわけですよね。北朝鮮であったり、はい、あるいはアメリカにやられるかもしれないと思ってイランがそこに走ったり、通常戦力では勝てないという弱い国は核に、うんうん、まあ、イランが弱いっていうのはちょっと語弊があるけれども、はい、要するにその守りを固めざるを得ないときに攻撃兵器としてじゃなくて襲われないために核兵器を持つと、うん、でそのプーチンだったら少しケースは違うけれども、しかし要するにロシア軍がウクライナをこう支配することもできないと、そうすると核の要するに威力をちらつかせるぐらいしかないから、今回の ICBM の問題の前に突然プーチン大統領が
核攻撃も考えたって。ウクライナで。なんかなんちゃって発言ですよ。どこに使うんですか、その核兵器を。で、そのロシアとのこう間合いの取り方なんですけど、うん、あの北海道新聞がこれ伝えてるところなんですが、うん、あの来年やる伊勢志摩サミット、うん、そこにロシアのプーチンさんを招聘するんじゃないかと。これ、うん、この間サミットが終わったばっかりの会見の中で記者から総理が聞かれて、はい、いやー、まあ難しいですよというような話をしていた矢先だったんですけれども、いや、総理の発言通りですけど、基本的には。でもこの同心って北海道新聞ですけど書いてる通り、はい、検討はずっとしてます。検討はしている、うん、つまり G7 が G8 になって、そのプーチン大統領のやっぱ追い詰められたアクションで G7 に戻ったけれども、はい、じゃあそれで G7 が役割発揮できるかというと、中国もロシアもいないとなると、 G7 っていうのは一体何なのかってことになるから、はい、G7 各国の中で個人的信頼関係があるのはプーチン大統領と安倍さんだけだから、だからその日本で、やるときに、少なくとも例えばね、はい、正式に復帰できなくてもオブザーバーとしての復帰とか、はもしプーチンさんが OK でアメリカも、まあ、それなら一応、正式じゃないから、うん、一緒に議論できるようにするかとか、そういう違う選択肢を検討してるっていうのは本当のところです。はあ、うん、考えてみたらプーチンさんが最初にサミット来たのも沖縄の時オブザーバーでしたもんね。だからゆっくり復帰、そうやってやば、ある意味対応政策を取って、はい、プーチンさんも本当は行き詰まってるんだから、うん、そのロシア軍を送り込んでみてもウクライナ東部のほんの一部を支配できてるだけ でそう考えると、そのプーチンさんも乗っかるんじゃないかっていうことを、これ日本が勝手に考えてるだけじゃなくて、本当は米英を中心に水面下で相談してるってのは本当のところです。は、北海道新聞がそれをどこまで掴んでこういうふうに報道したのかは僕は知りませんけれど、はい、やっぱりでもそれは北方領土を目の前にしている北海道の新聞だから、あ、それは関心の持ち方が違うっていうのと、うん、あとこれも北海道新聞がこれを把握してるかどうかは僕は分かりませんが、安倍さんが周辺にずっと言ってるのは、はい、日本には北方領土があるんだと、うん、だから当然、ロシアとの付き合いは他の国と違って当然だということですね。それは安倍さんなりの信念としてずっと語ってるんで、うん、はい、それが周辺から漏れ伝わってるところもあるんじゃないですか、うん、そうすると来年のサミットっていうのは一つのやり方によっては、はい、チャンスになると。社会の不安定要因のロシア問題っていうのを、まあ、ソフトランディングさせると。そこまで簡単にいかないけれども、うん、しかしそこにちょうど日本のサミットが巡ってくるっていうのは、まあ、天運かもしれないってことまで含めて総理も考えてるってことです。うん、はい、ニュースピックアップ7、2つのニュースを取り上げました。ご意見お待ちしております。メールは voice@1242.com です。続いてこちらです。大阪の橋本市長が維新の安保対案を批判。維新の党の最高顧問でもある大阪の橋本市長は今日、維新が検討中の安全保障関連法案への対案について、国民の理解は全く得られない、こんなものは対案でも何でもないと自らのツイッターで、自分の仲間にですが痛烈に批判をしております、うん、これ不謹慎な言い方ごめんなさいね。でも今日一で面白いニュースだよね。今日一で面白いニュース、いやこんな仲間でかっていう、うん、いやそれで5月17日にもう政治ということは人生がなくなったと言って、はい、でも本来はすぐに市長を辞めると言ってたはずが、その 5.17 の会見からすでに12月の任期いっぱいありますと、はい、まあ、実際11月にダブル選挙かもしれないけど、あ、大阪府知事と大阪市長のね、はい、まあ、秋冬までやると言って、うん、でさらに今度安倍さんと先週末、うん、安倍さん菅さん総理官房長官と、はい、この市長と府知事で会ったら、はい、突然政治的発言が怒涛のように溢れ出して、そして、まあ、これ明らかに橋本さんはこれ反応を見てますよね。反応っていうのは、はい、維新の反応じゃないんですよ。自民党というか官邸さん、いや自民党でもないな、総理、うん、いやいやもう総理は分かってるから、おこれ国民ですよ。あ、世論の、うん、世論の、つまりそのこのままタレント弁護士に戻って、いわば実質芸能界の一員に戻るのか、はい、それとも単純に国政に進出ということだけでもないと思うんだけど、とにかく政治を続けるかどうかを、まあ、安倍さんに随分説得されて、うん、それをとりあえずその自分の力で自分のツール、つまりツイッターをとても大事にしたしてる政治家なんで、はい、ツイッターを使って様子見てるんですよ。だからこう面白いって言ったら不謹慎だけど、その飯田浩ちゃんが飯田浩ちゃんの人柄らしく仲間に対してこんな批判してるって言ってるけど、要するに古文だと思ってるから、その古文を出しにして自分がどうするかの先読みをやってるんですよ。はで、しかもこれ言葉が面白いでしょ。こんな対案でも何でもないと、はい、
要するにちょっとイチャモンつけてるだけだという意味のことをツイッターで、まあ、ツイッターでは難癖をつけてる程度のもんだと、うん、ねはい、国民に歯止めをかけましたよと言い訳してる程度と、はい、まあ、橋本節炸裂で、うん、しかし同時にこれだったら台湾と言わずに政府案に反対するだけで十分だと、おつまり料理並みをちゃんとやってるじゃないですか、はい、そうでしょ、うん、だから、まあ、古文仲間を出しにしつつ、はい、自分の進路をこう考えるネタを作ってるんですね。で、なんか土曜日に国会議員の人たちと勉強会を安保についてやると、うん、もうそれが楽しみだと、うん、激論するのが楽しみだというのを書き込みもこれ、ね、してますね。橋本さんという人はもちろんタレントでもあるんだけど、はい、やっぱり政治的人間だなと思うのは、うん、この発言で明らかに感じられるのは本当は維新の中の自分の本当の子がいってのは10人しかいないと、うんうん、メディアは大阪系って言ってるけど、はい、その本当は少数派なんですよね、うん、で自分の影響力で それが力発揮できたけども本当はそのいわゆる大阪系たった10人で国対も動かして自民党にこうすり寄ろうとしたら、はい、その労働者派遣法でも付帯決議で考えてあげますよと、はい、法案自体はいじらないで、それで昨日まで自民党と一緒にやると言ってた要するに大阪系の国対委員長が、はい、バカにしやがってと大激怒すると、はい、でそういう力関係もやっぱ橋本さんは非常によくこう見てるっていうか、やっぱそういうの好きなんだよね、基本的に。だから政治的人間で、これは褒めてんでもなく、けなしてんでもなくて、本当に政治的人間って世の中にいるんですよ。タレントっていうよりはやっぱ政治的人間だなと僕はこの今回のニュースで非常に感じましたね。だからこうやって少数派の大阪派を盛り立ててみせて、それから明らかに自民党は、ふっとすり寄ってきたので軽く見てるから自民党の体質として、うん、ずっと権力握ってきたからすり寄るやつにはこう突き放すとこがあって、はい、そういう条件闘争やるんですよね。うん、そういう時にこうどういうふうにやったら自分たちが、はい、こう値打ちが上がるかっていうのをうん一瞬で計算してツイートしてますよね。うん、極めて政治的な動きですね。うん、はい、橋本さん、じゃあ国政に戻ってくるとかそういうのも、いやまだだから今言った通り様子を見てるだけだから、まだ決めかねてる状態が、はい、決めかねてるっていうか基本的にはその関西のテレビ局がもう高尻さん亡くなり島田紳助さん引退し、はい、もう待望がすごいから基本的に、いや嫌いな人も、まあ、見ない人もいるだろうけど嫌いだから見る人もいるっていうタレントでしょ。気になる、なんとなく気になるってありますよね。だから軸足はやっぱそっちだと思うんですけれどね。でもまあ、橋本さんは本当はとても苦労した人なんで、苦労した人っていうのはいわば恩義は必ず返そうとするんですよ。で大阪都構想は負けたけど、はい、その官邸が味方してくれたと、自民党大阪府連と対立してまでやってくれた、その恩は返そうとしてて、それも入ってるんですよここにね。はさっきのイエレン発言とはまた違うタイプのいろいろマルチな目的が入ってる動きなんですよね。はい、ニュースピックアップ7、3つのニュースを取り上げました。残り4つこの後5時台後半戦で取り上げます。重治青山ニュース100人組で4時34分です。寄せられたメールにどんどん答えていただきましょう。はい、横浜中区の君尾さん、58歳自営業の方。うん、尾長沖縄県知事は基地問題でアメリカにあれだけの言動をなさるのに中国に尖閣諸島に関して何一つおっしゃらないのはなぜなんでしょうか。はい、親中派だからです、うん、もう身も蓋もない話で、まあ、那覇市長の時代からその自民党における自分の地位に不満を持ち、それを中国がなんと自民党の中央本部よりはるかに正確に把握し、はい、那覇市長の時代からずっといわば働きかけをして、まあ、琉球独立したらあなたは初代の大統領だと、上組み化していくというと琉球王だというようなニュアンスのことまでですね、総領事なども動員して、はい、福岡に中国の総領事いるんですけど、そういう人たちも動いてずっとやってきてですね、まあ、その前も言ったと思いますけど、この間訪中した時にそれも河野洋平さんというとんでもない、はっきり言うと親中派のボスに連れられて行って、はい、李克強、中国も李克強首相を合わせるという特別な計らいをやって、そして頭を下げて日本国の知事が、そして福建省と那覇の間に直行便を開いてくださいませと、はい、中国の首相に、外国の首相にお願いをして、でなんとその那覇と福建省のフライトのアイデアっていうのは、うん、今言った福岡に中国の、福岡にいる中国の総領事が考えたアイデアなんです。
だから本当に中国の思惑で動いて利益を得ようとしてて、で一方で、日本国民の税金による補助金は今通り、もらうと、はい、で李克強首相とそういう話す時間があったのに、この質問の方がおっしゃってる通り、うん、尖閣諸島背の字も言わず、はい、沖縄県石垣市尖閣諸島なのに、うん、これはもう事前にそういう約束ができた、できていたとしか考えられないです。小永さん自身は時間がなかったっていうのにね。いやだから尖閣諸島って時間があった時に言う話なんですか、うん、って全く逆効果っていうか、逆に実はあえて避けたってことはバレバレなんですね。これは本当に有識事態ですよ、うん、あくまで沖縄県民が決める自治の話ですけれども、はい、沖縄県の中に僕の知り合いでもこれは本当に沖縄困ったことになるという意見もたくさんあるんで、うん、そのちゃんとそういう民意も小永さん組んでほしいと思いますよ。小永さん会見の中で、うん、基地問題に 7,8 割の労力を取られてしまって他のことをやる時間がないというふうにもおっしゃったそうですが、ご自分がそういう権限なさってるわけですから、はい、知事ってそのぐらいの配分はできるだけの権限あるはずですよね。そうです、はい、はい、以上ザ・フォーカスニュース100人組手でした。4時39分です、オープニングで日韓の、はい、いわゆるその慰安婦問題を含めて交渉が、うん、水面下で行われているという話いただきましたが、はい、すやすやうつむいてますさんツイッターでいただきました、うん、勘弁してくれよ、韓国への経済支援なんかしたら賠償金もらったとか言い出すからさ、うんうん、という感じ。いやその通りですね。あるいはジェンティル旦那さん、朝鮮戦争ってあれ内戦でしょ、そんなに巻き込まれるのはまっぴらごめん、勝手にやったらいいというようなご意見もいただいております、はいはい。まだまだご意見お待ちしております。メールは voice@1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。待ってるよ。メールツイッターたくさんいただいておりますが、はい、こちらおじさんさん、安保法案が違憲だという憲法学者はなぜ自衛隊が違憲だと言わないんでしょうか、うん、憲法を研究していて自衛隊が違憲だと思わないなら研究した意味ないですよね、うん、といただきました。これは朝の CS 放送でも話したんですけれども、自社連立政権ができたときに社会党の委員長の村山さんが総理になって、はい、そしてそのときに自衛隊合憲だということを社会党打ち出してですね、はい、そして、なんと村山総理が自衛隊の関越のときにシーレーン防衛って言ったんですよ。シーレーン防衛っていうのは油を輸入する道を守るってことだから中東に行けっていうことですよ、うん、おお、はい、それを思い出してください。はい、梅雨は梅雨らしくあってほしいよね。5時だよ、一緒に考えましょう。青山茂春です。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。この後5時半まで生放送ザ・ボイスそこまで言うかお送りしております、はい。ゲリラ豪雨にご注意いただければと思います。突然バーッと降ることがね最近の、うん、梅雨時期、昨日なんかもねえ、しとしとと梅雨の季節っていうのが失われてますよね今のところは。青山さん前に番組でもおっしゃってましたけど、うん、四季じゃなくて二季になりつつある、うん、そうです。もう子孫に重大な影響あるだろうと、うん、日本人の賢さは四季が作ってくれてきたんで、そうか、風土というものがそういう影響もいろいろ、うん、だから二季っていうか一季みたいな国も僕さんざん歩いてやっぱその違いを感じましたからね、四季のありがたみ、うん、はい。さあ、メールたくさんいただいておりますが、こちら尾崎さん高知からです、50歳の男性の方、はい、ありがとうございます。中国側が南シナ海の埋め立て軍事基地化について予定の工事を当面延期する旨発表しましたが、本当に基地化、制空権の掌握を諦めたんでしょうか。私にはそのようには思えません。多少のスケジュール変更に過ぎないんじゃないでしょうか。アメリカ軍が軍事力で破壊するとかしない限り実質的に中国の企みを諦めさせることにはならないと思うんですが、おっしゃる通りで全く諦めてません。人類史上初の、はい、本当に海に浮かぶ不沈空母を作りつつあって、で埋め立てについてはもう基礎工事終わってしまってるから、あと施設を作っていくから、はい、まあ、延期したと言ってて、それを日本のメディアもアメリカに遠慮したんじゃないかって、遠慮しただろうって報道してるけど違いますよ。もう予定のことちゃんとやってますよ。だから東シナ海は、まあ、尖閣にああやってちょっかい出してるけども、基本的には日米の軍事力を考えなきゃいけない。でも南シナ海は中国は本当に北の方の一部しか面してないのに、はい、本当に面しているベトナムとかフィリピンとかインドネシアとかマレーシア、シンガポールみんな小バカにして、うん、特にベトナムは陸軍力はものすごく強い、フランスにも勝ち、アメリカにも勝ち、中国にも勝ったけど、はい、いわばその分海軍力の、うん、強化には遅れが目立つから、うん、そしてオバマ政権という、もう一人この尾崎さんが書いてらっしゃる通りアメリカが出てこないオバマ政権のうちに、優柔不断のオバマ政権のうちに、あと2年のうちに不沈空母を出現させて、で国際学会に行きますとね、これ自然科学の地球物理の自然学会に行くと、
要するに南シナ海の資源について中国はもう南シナ海のワンイシューだけで30人か40人の学者出してるんですよ。その全員が石油を発表してる人なんか僕の知る限り一人もいなくて全部メタンハイドレート。あ、そうですか、はい、だから14億を超える、はるかに超える、ね、あの実人口、国連に届けてるのは13億だけど、その人口を壊すのは戦争じゃなくて軍じゃなくて、エネルギー資源だということを中国は知り尽くしてるから、資源獲得運動ですよね。でオバマ政権の間に間違いなく人工房完成させると思いますよ。はある意味中国はやっぱりこの失敗に学ぶことが上手で、遼寧って空母を浮かべてみたけども、はい、使える艦載機が一説によると2機しかいないと。そうなんですか、はい、で要するにカタパルトないから、特別な技能の高いパイロットでないと、あのスキージャンプ台みたいなとこから、いつも安全に飛ぶわけがないから、実際運用してるけどもほとんど物の役に立ってない。もちろんその失敗をもとにして国産空母を作るつもりだけども、どうもその空母ってのそのそ動いて潜水艦の餌食になるものを運用しようと思ったら、はい、アメリカの第7艦隊みたいに空母軍だけじゃなくて、そのイージス艦から潜水艦から全部整って艦載機も完璧な体制でないと運用できないってことが遼寧を動かしてよく分かったから、不沈空母にむしろ切り替えてるんですよ。その辺は非常にしたたかに、やっぱり戦争はもともと弱い国だから、あの失敗に学ぼうとする姿勢っていうのはこれ公平に見て能力非常に高いですよね。だから絶対見えません、不沈空母として完全に完成させるつもり。すると中国の赤い舌って呼ばれてますよね、舌をベローンと長く伸ばしたみたいな南シナ海になってしまう。だから自衛隊の、パトロールを期待するって話が現実化してるくるけども、今の安保法制の論議見ててもとてもじゃないけど不沈空母が出てくるまでに間に合わないと思いますね。はい、そして南シナ海の不沈空母で、東シナの方も温州市ですか、浙江省に大きな基地を作るというのが発表されてます、まあ、その通りなんだけど、その温州に作るっていう基地がその尖閣諸島だけではないんで、やっぱり南シナ海と比べると、はい、まあ、別にあの甘く言ってんじゃないけど腰は引けてるんですよ。だけどとにかく憲法改正だけは絶対荒らさないと。日米安保だけでもこれぐらい中国は東シナ海に手を出しにくいのに、はい、で憲法がある限りは尖閣諸島日本の領海の中に中国の政府の船入れても国の公選権これは認めないと憲法に規定されてるから、はい、で中国の要するに一見武装してないように見える船だと防衛出動を閣議決定できるわけがないから日本は何もできないと、そういうふうに、まあ丁寧に読んだ上で船を出してるだけで、あの白い船を出してくれたらそういうことなんですね。そういうことです、はい、うん、グレーの軍艦じゃないっていうのはそういう意味なんですよね。だから憲法改正をやろうと掲げた安倍政権はどんなことをしても倒さなきゃいけないから、日本への工作は非常に活発になっていて、国会に対してももちろんその権力の中心の自民党に対しても片方を中心に徹底的な工作が行われていて、で沖縄に対してもはるかに中山知事時代にもはるかに工作が激しくなっているというのはそういう現実、だから弱いからこそそうなるんだけど、はいはい、実は憲法改正云々っていうのは本当は護憲派改憲派が争っている場合じゃないんですよ、はい、共通した国益を考えれば結論は本当は別に迷う話じゃないと思うんですけどね。はい、まあ、とにかく対立を作るんじゃなくて一点を探すことが大事です。私たち日本国民はずっと分断されてきたんですから、敗戦後ずっと、はい、はい、ご意見お待ちしております。メールはボイスアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグシャープボイス1242です。それではこの時間の最新ニュースからお伝えしましょう。5時の産経新聞ニュースです。ニュースデスク井戸さん、お願いします。はい、火山活動が続く鹿児島県の口永良部島新岳で今日昼過ぎ新たな噴火がありました。口永良部島の噴火は先月29日以来20日ぶりで、29日の爆発的噴火より規模はやや小さいということですが、火口から東におよそ9キロ離れた海上で海上保安庁の船舶が最大25ミリ程度の噴石を確認したほか、種子島空港では噴火からおよそ1時間後に火山灰が降ったということです。今日定例の記者会見があった気象庁の西出長官です。今後の見通しなかなか難しいんですけれども、越後連の方では今後も同程度の噴火があり得るということでございます。で実際今日も噴火いたしました。いずれにいたしましても今後とも厳重に警戒をしていきたいし、皆様におかれましても今後も噴火は続くということを認識していただきたいと思います。そして新岳は先ほど午後4時31分再び噴火し、噴煙が確認されたということです。年金と安全保障をテーマに集中審議が行われた今日の衆議院予算委員会です。まず集団的自衛権の行使を認めた去年7月の閣議決定について、安倍総理大臣の発言です。大きく状況が変わっている中において、私たちは
この国際状況の中において必要な自衛の措置とは何か、国民の安全を守るために突き詰めて考える、その責任があるんです。国際情勢にも目をつぶってその責任を放棄して従来の解釈に固執をするというのはまさに政治家としての責任の放棄なんです。一方、日本年金機構の個人情報流出問題に関してサーバーから流出したのは125万件以外にもあるのではと追及する民主党大西健介議員と年金機構の水島理事長です。例えば泥棒が入って金庫を破られました。そして金庫の中に保管してあったはずの銀行の通帳がですね、どっかから警察によって発見されたと、まあ、そういうことになるとですね、じゃあ金庫の中から他にも盗まれてないか、当時金庫の中に何が入ってたか確認するの、これ真っ先にやることじゃないですか。いつまでにこれ明らかにしていただけるんでしょうか。私どもご指摘の通り早くやらなければならないというふうに強く思っております。そのためにシステムの対応も含めて現在早急に行っているところでございまして、大変申し訳ありませんがもうしばらくお時間をいただきたいと思います。ところで維新の党の最高顧問の橋本大阪市長は今日自らのツイッターで維新が検討中の安全保障関連法案への対案について、国民の理解は全く得られない、政府与党案に少し難癖をつけている程度のものと痛烈に批判しました。午後会見した橋本市長です。対案というのは政府与党のその考え方とやっぱり思想がこう違いますよってことが見えるような案でないとね、あの程度のことだったら反対してしまったらいいんじゃないですか。根本的な思想のところでどうですかと、政府与党はこういう考え方だけれども維新の党はこういう考え方ですよどうですかっていうことを迫っていくぐらいのね案じゃないと対案とは言えないんじゃないのかなというのは思いますけどもね。これに対し維新の党の松野代表は会見で言葉少ない、まだどこに対して具体的に批判されているのかという中身があんまり見えてきませんので、これはしっかり土曜日でも議論させていただきたいなというふうに思います。ただ橋本さん、安保法案の対応は最終的に執行部に委ねるとも話しています。おしまいは中国政府にノーです。共同通信によりますと香港の政府トップを選ぶ次の行政長官選挙に普通選挙を導入する制度改革案の採決が今日議会にあたる立法会で行われ、民主派の出馬を事実上認めないこの改革案否決されました。この制度をめぐっては最大20万人もの若者が去年道路を占拠する大規模なデモを行いまして、偽の普通選挙はいらないと主張しました。ニュースは以上です。井戸さんでした。後半戦まずはこちらから。自民党が少年法見直しへ本格論議を開始。選挙権年齢の18歳以上への引き下げを受けて、自民党の成人年齢に関する特命委員会は20歳未満を保護の対象とする少年法の見直しに向け本格論議を開始しました。この、少年法、それから民法に、はい、民法にも18歳以上が大人ですよっていうのを広げるのは当たり前だと思うんですよ。投票行動っていうのは有権者にとって一番大事なことなんで、はい、それ先行してあった以上は全体の法体系を合わせないと話がおかしい。でそこはこれ、本格論議開始ってこと自体もそんなゆっくりやってる話かとは思うんですけど、さっさとやりなさいってことですけど、はい、もう一つこう、いや、ってかもっと深刻な問題があるのはメールでもいただいてて、むしろやっぱり国民の方々よく見てるなと意を強くしたんですが、はい、前にも言ったと思うんですけど、18歳以上が大人であり、その投票できるっていうのは僕は基本的に記者時代から主張してたんで、はい、ようやく実現するなってことなんですが、でもそのために絶対必要だったことが全く行われてないんですよね。それはもう皆さん、お気づきの通りなんですが、要するに大学受験にたってまの問題って絶対出ないんですよね。例えば拉致事件あなただったらどうやって解決しますか、はい、戦時で解決とかね、それから安保法制法案と憲法の関係について考えることを述べようとかね、ましてやその3択4択でこんなの全く出ないじゃないですか、はい、で試験に出ないことを授業でやるほど余裕がないから、したがって、誰もこういう勉強してないんですよね。で先生もしてませんね、はい、でその中でその突然高校生のままいわば高校生の制服着て投票所に行く生徒もおられるわけですよね、18歳の一部は、だからそのためにその社会科教育をどうしますか、で社会科教育だけじゃなくて大学受験の科目について、そのあんまり文科省が介入しすぎは良くないけど、少なくとも要請としてはですね、はい、
今生きてる問題も避けないでちゃんと勉強できるようにこれ出題してくれませんかと、いうようなことがもう本当は少なくとももう1ディケード10年では足りないんですよね。本当はそれをじっくりやってその投票するときに、まあ、インターネットっていう今市民のツールはあってもですよ、はい、教育現場でそういうことがあって、そしてそれも日教組だけの問題だけじゃなくて、その日教組も反日教組も含めてバイアスをかけすぎないで、はい、18歳で投票できるってことは自立して投票するってことですから、自立して自分の頭で今僕は一緒に考えましょうと言ってる通りなんですが、一緒に考えても最後は自分で決めるっていうことができるようにする、その社会科教育をやって投票権なんですよね。それやってないから、はい、だからイメージとしては実はこの決めた超党派で決めたはずの国会議員も国民の側も特に子供を持つ親御さんたちも、なんか子供のまま投票するってイメージが実は残ってるから、じゃあ少年法はそのままにしたらいいんじゃないかとか、はい、だから民法もいや18歳からお酒なんて早いよって、実際大学生になったら酒飲む学生は山の上にいるのに、そういう決める話になってるっていうのは本当はこの投票権の前に準備すべき教育のあり方の大改革っていうのが全然手もつけていないっていう、ね、だからこれはその18歳以上実現するのはいいけど、このままいくとえらいことになるなっていうのは正直な気持ちですね。実際その現場の英語の先生というラジオネームの方、はい、40歳の男性ですけれども、うんうん、その試験者教育をまともに受けてこなかった教員自身が、うん、まともな試験者教育をできるんだろうかと、うん、いうふうに書いてらっしゃる。おっしゃる通りですね、はい、でこれたまたま英語の先生からいただきましたけれども、うん、英語とか国語とか社会科とか数学とか関係なく、はい、その教員の先生方共通の問題として、うん、その間に合わないままこれやっちゃったで済む問題じゃないんで、はい、来年夏の参議院選挙はもう目の前に迫ってくるんですけれども、うん、もう今すぐ始めないといけないんですよ、はいはい、では続いて、5つ目ちょっと1個付け加えていいですか。どうぞ。あえて言うとね、うん、その英語の先生が社会科の先生と話せと僕は言ったというよりもね、例えば英語を学ぶときにそれこそバイタルなね、今生きてるニュースの問題を英語で考えるっていうのはすっごい勉強なんですよね。つまり僕がこう英語を今仕事に使ってるっていうのはバイタルに使ってるからで、もう今の生の問題を英語で切り込まざるを得ないし、相手が何を言ってるかニュアンスまでつかまざるを得ない、はい、この目の色でこの単語を使ったときは、例えば I think って言ったときと I deem、 deem っていうのは考えるっていう意味のちょっと普段使わない言葉ですけど、なぜそれを言うのかと、ね、なぜ普通に I think って言わないのかって、そういうのは生きた問題扱ってるから頭にストーンと入ってくるんですよね、はい、だから英語の教材で、しかもその英語の先生自身がこう一生懸命今の問題を研究勉強なさってやることは可能だと思うんですよ。国語教育でももちろん可能でしょ、うん、本当は理科でも可能ですよ、本当は数学でも可能ですよ、うん、はい、それをちょっと考えていただきたいなと思うんですよ。総学科でやるしかないですよ、社会科だけに任せるんじゃなくて、はい、はい、では続いて5つ目こちらです。文部科学省が定員を超えた私立大学の補助金を減額へ。都市部の大規模私立大学に学生が集中することを避けるため、文科省は定員を超えて学生を受け入れた私立大学に対して超過した学生の数に応じて補助金を減額する方針を決めました。その都市の大学だけに学生が行かないようにしたいと、地方創生もあってそれやりたいっていうのは分かるんだけど、はい、補助金でコントロールするって発想ってもう、はい、そもそも例えば沖縄の問題も含めてやめましょうって話になってる時にまた新たにそれやるっていうのは僕は賛成できませんね、うん、はい、ニュースピックアップ7、5つ目までご紹介しました。お知らせを挟んで残り2つです。続いてこちらです。ギリシャ中央銀行がチプラス政権に異例の訴え。 EU ヨーロッパ連合は18日ルクセンブルクで定例のユーロ圏財務省会合を開きまして、ギリシャへの金融支援を議論いたします。ギリシャのチプラス政権は支援の前提条件である緊縮策の受け入れを拒否する姿勢を崩しておらず、合意は困難な情勢であるということなんですが、ここへ来てギリシャ中央銀行が EU との金融支援協議が失敗に終わった場合、ギリシャはデフォルトに陥って最終的にはユーロ圏からも EU からも離脱すると、それにつながりかねないと警告をしております。このニュースはね、はい、なんちゃってニュースというよりは、見かけと中身が本当は全然違うっていう典型的なニュースなんですよね。で今の現行だけで何が起きてるのか分かるっていう人はもともとヨーロッパの情勢に詳しい人だと思うんですが、はい、まあ、平たく言えばですよ、うん、まあ、平たく言う必要なくてみんな理解できるかもしれないけど、あえて平たく言えば、うん、要するにギリシャはご存知の通り国民の7割が国家公民だったりして、はい、もう異常に国の財政に負担して依存してるから、はい、
財政が破綻してると。でしたがって他の EU 加盟国っていうか本当は経済好調なドイツから支援を受けるしかないと、はい、で特にドイツがギリシャに厳しく迫ってるのは、お金欲しいっていうならば、助け欲しいっていうならば、自分とこの、その財布の紐を縛れと、はい、切り詰めろ、もう公務員の給料もできたら払うなと、ね、そうやって初めてお金渡してやるよと、いうのでギリシャ国民が怒って、そんなことを受けれないもんって言ってるチプラスさんを選挙で選んだわけですよ、はい、ところが中央銀行からしたら、そうやって拒否するだけだと、支援が本当に来なくなっちゃったら国家が破綻しますよと、お願いですよ、これもうちょっとそのドイツの言うことを聞いてくださいという話っていうのが見かけのニュースで、はい、これ本当は違うんですよ、というのはそもそも本当はヨーロッパ中央銀行、このヨーロッパ中央銀行も事実上ドイツの支配下にあると見るべきですが、はい、このヨーロッパ中央銀行は本当はまあいろいろあってももうちょっと支援しようかという話が水面下でほぼまとまりつつあって、はい、そしてもっともっと本音を言うとですね、もしもユーロがなかったら、ドイツどうなるんですか。おマルクに戻るとマルクで輸出ができなくなっちゃうというか、すごいね、だから打ち合わせなしですよ確か、もともと立派なもんだな、ユーロになる前ってマルクが高くて輸出ができないってきつかったんですよね、ドイツは。これもしユーロがなくなったりもともとなかったら、とんでもないマルク高におそらくなってて、もうベーベもメルセデスベンツもアーディも何もかも、それから他のドイツの立派な工業製品も、はいはい、もう大変な重荷を背負って、めちゃくちゃハンデを背負って輸出することになるから、ドイツ経済が全く違うわけですよ、はい、でこの EU がギリシャとかポルトガルとかスペインとかイタリアとか足引っ張ってくれるから、はい、ユーロがそんなに高くならなくて済んで、本当はマルクだったらとんでもないマルク高、マルク高のはずが、非常に有利な状況で今ヨーロッパっていうかドイツは輸出ができてるんで、はい、でしたがってギリシャとかこういう困った文書を抱えてた方がいいんですよ。だから ECB、つまりヨーロッパ中央銀行、ドイツが基本的にコントロールしてる、はい、ヨーロッパ中央銀行は原則破ってでもギリシャを支援しようかって話になってるんですよ。はこれは EU、ユーロの未来に本当に暗雲投げかけてる。ドイツと ECB ってじゃあなんか喧嘩してるようにも見えますけど、いやそれは全然違いますね。もう水面下ではある程度ここでっていうのもう握りがですね、EU の諸国をもう一度考えてもらうと、ドイツ以外にどこがコントロールできるんですか、はい、もうフランスもきつい、フランスはもう全くその力を持ってない、イタリアはご冗談でしょうの世界でしょ、はい、どこにもないんですよ。だからそれ考えると、こんなにドイツだけが儲かる EU でいいのかっていうのを、まあ、イギリスはそうは言わないけど、はい、それだから国民党にかけましょうってことを言ってて、でそもそもそれが、まあ、イギリスはさすがでね、先読んでるから、はい、そのポンドのまま守ったんですよね。はあ、ユーロには入ってないですもんね、だからずっと 今まで日本ではヨーロッパいいですね、みんな文化共通で EU できましたからって言ってるけど、そんな安穏な話じゃないというのがこのニュースのバックグラウンドなんですよね、はい、では続いて7つ目こちらです。香港の議会、民主派候補を排除した選挙改革案を否決。香港の次のトップを決める行政長官選挙で、香港政府は民主派候補を排除した形での一人一票による偽物の普通選挙を認めるという改革案を提出していたんですが、香港の立法会はこの改革案を否決しております。うん、これも簡単に言うと、はい、香港の国会が中国案を蹴っちゃったと、そういうことになりますね。香港の国会議会よくやったじゃんっていう話で、それはその通りなんですが、はい、この本当のニュースの意味というのは、やっぱり政治の根っこは経済なんだなと、つまりこれ国会、香港議会はこうしないと、はい、学生デモがまたどんな圧迫があってもかなり起きますよね、はい、そうすると実は韓国のマーズ騒ぎも多少影響して、香港の観光客がまた激減しますよね。観光は香港の生命線ですから、はい、中国は何を言おうとも、その食えなくなったら終わりだから、はい、要するに学生デモが起きないようにこの否決したということであって、これまだまだ攻防戦続きますけれども、まあ、やっぱり経済が政治を支配するんですね。その典型例のニュースです、はいはい。ニュースピックアップ7、7つのニュースを取り上げました。このコーナーインターネットで毎日無料で配信しています。番組ホームページをご覧ください。お送りしてまいりましたザ・ボイス、お別れの時間が近づいております、ね、今日もあっという間で、はい、鶴子さんツイッターです。安保法制で一番考えるべきは半島有事だと思います、中国の動きも重要なんですが、バカじゃないんでね、まあ、半島有事
から、まあ、一足飛びにもうホルムズ海峡とその辺の話が出てきてます、うん、サントユージがもちろん大事だけどもやっぱり全部を全部つながってるんで、あんまりどこどこのユージとか切り離さない方がいいと思いますね、はい、もうこれだけ通信と交通が発達してるから、はい、あの掛け声じゃなくて本当につながってるんで、そのつながり具合を考えても自衛隊が今までの活動範囲で済むわけがないというのが実は根幹にあるんで、はい、どっかに行って戦争をしようって話じゃなくて、はい、個別的自衛権って言葉自体がもともと死後に近いんですけどもね、はい、だって日米安保体制って集団的自衛体制じゃないですか、で国連も集団的安全保障ですからね、はい、集団安全保障でしょ、だから集団でやるものなんですよ、だからもともと個別でないんだけどそれがこの、 あの加速度がついた交通と通信の発達で、はい、もう意味はなさなくなってるっていうのがこれはもうイデオロギー関係なく、リアリティとして根っこにあるんですよ、そういうことをなぜまともに国会で議論できませんかね、ということで飯田浩司と青山茂